育てるのって難しい。はい、どうもご視聴ありがとうございます。ね、今この子を育てるゲームです。最近育ててばっかりかもしれないな。お前の仕事はそれの育成だ。そいつは身寄りがいない。どう扱おうとも誰も文句を言いやしない。上は人間でありながら兵器並みの戦力を持つやつを育ててほしいみたいだが、その適性がなかったら多少は好きにしても見逃すってさ。つまりやべえやつを作れってことか。以上だ、よろしく頼むよ。任せとけ。倫理観のない育成風ゲーム、あ、いろいろあるね。まずは北東署ですかね。北東署、あー、強くさせるか。まず強くさせる前にしつけですね。上下関係を教えましょう。あんちゃんを買う時も一番最初の大事なのがこれですね。しつけです。うわー、グーパン。そこまでとは言ってないしつけをした。もう一回しつけようか。もう一回だけしつけをした。あ、怒ってる。プン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 って。じゃあここら辺から優しくね、訓練していきましょう。強くなろう。強くなるためにまずは訓練、基礎体力をつけてから手術した方がいいよね。まずは訓練、訓練を行った。銃を使ったりとかで、もう一回訓練しとこうか。訓練で遺伝子改変、薬物、手術。今のところわざわざ薬物使ってまで精神を支配する必要はないと思うんだ、しつけてるから。じゃあここら辺で、手術でなんか取り付けようか。あ、人をはるかに凌駕した力を得た子供はあなたに反旗を翻しました。弱肉強食とあなたが言っていましたからね。しつけだけじゃダメってこと？そう言いながらあなたを手にかけた子供は処分される未来が待ち受けていようと幸せそうでした。終わりかい。終わりかい。難しいな、育てるのって。じゃあめっちゃしつけしよう。そんなひどいことする子はもう私の子じゃありません。しつけます。グーパン、グーパン、めっちゃグーパン。赤いグーパン、しつけした。ハート、ハートのチェーン、しつけをした。グーパン。女の子。度重なるしつけに子供の体は耐えられず、あっけなく命を落としました。なんと言いましょうか、肉体の強度を調べていたといえば通るでしょうか。確かになんか一番理性のない育て方したな。でここで分かったのはとりあえず5回、ああなるほどね、5回やると出てくんだ。とりあえずじゃあちょっと分かりやすいからやつからやっていこうか。訓練5回やってみよう。じゃあめっちゃ訓練、むちゃくちゃな訓練、訓練、訓練。もう戦うぞ、強くなれ。軍隊のために、お国のために働け。うわ、かっこいい。兵士として鍛え上げられた子供は敵対国に寝返りました。なんで、なぜあんな環境であなたたちに尽くすと思ったんですか。敵対国にいる子供はそれなりに人間として尊重されたようです。たとえこの戦争であなたが生き残ったとしても、この失敗は追求されることでしょう。じゃあ次は、じゃあ手術しよう。機械か、機械の取り付けを。もうめっちゃ手術しよう。めっちゃ。もう次、あー強くなってる。腕についてる。体も取り替える必要なくないか、そこは。うわー、もうロボット。頭だけ人間。サイボーグ。わあ、なんか強そう。度重なる手術により子供は立派な兵器となりました。その天使の輪っかはいるんか。敵を一網打尽する戦力を国民は恐れ敬いました。涙のように流れるオイルには誰も気づかないまま悲しい戦士が生まれてしまった、俺のせいで。じゃあ次はお薬漬けコースでございます。あ、2種類ある。うわー、2種類。反抗的な感情を抑えよう、まずは。じゃあこっちルート、反抗的な感情。でもお薬ルートで一緒か。反抗的な感情を抑えよう。あ、間違えた。あ、遺伝子改良しちゃった。あ、遺伝子改良しちゃった。しまった。お薬漬けプラスちょっと遺伝子改良しちゃった。特に突出したところのない子供は処分されました。方針なき調教は時間の無駄だ。君には向いていなかったようだな。ごめん。あなたには別の仕事が与えられることになったので知った。めでたし、めでたし。ごめん、薬物投与。薬物投与すらまともにできねえのか、俺は。薬物、じゃあ強制的にもう好き好きチュッチュ、好きチュッチュ。ああ、顔色がいい。うわ、いい笑顔、いい笑顔。好き好きチュッチュ。ああ、廃人になっちゃった。子供は命を落としました。薬物の投与が中毒を引き起こし、データが取れたのでよしとしましょう。科学に犠牲はつきものです。大丈夫じゃない博士でした。お薬飲ませすぎも良くないということですね。
じゃあ次は遺伝子改変かな。遺伝子改変これやばそうだな。なんかすげえ毒とか出しそう。あ、足がすごい。足になんかブツブツ出てる。あ、どうした？後ろになんか出てるよ。あ、蛇みたい。鱗が出てる。鱗がドラゴンになりそう。強そう強そう。手術コースと手術コースと似てるな。なんか結末としては女神転生のローコースとカオスコースを見てるようだ。うわー、度重なる遺伝子改変により子供は変わり果てた姿になりました。子供の声は破壊を呼び、吐息は毒となり、傷ついた体からまた新たな子供が産み落とされます。もう一人で生み出せるんだ。人類の滅びが始まったのです。わーい、やったぜ。じゃあ社交コース、あ、いいじゃん。社交的、すごい社交的な子になるのはいいことだよ。社交の勉強させた。なんかね、その戦いだけじゃないから、戦いが終わった後このなんかコンサルとかやってね、仕事していこう。ああ、人心掌握に優れてしまい、いつしか子供が主導権を握ってしまいました。あ、割と思ってた通りのになっちゃった。今日もお仕事頑張りましたね。えらいえらい。バブーバブー。あなたの精神はもはや子供の言葉なしでは耐えられません。バブー。じゃあ次、エンドリスト。高位マイナスの状態で訓練させるのね。訓練。訓練プラス高位マイナス。高位マイナスか。じゃあやっぱしつけかな。グーパングーパングーパンからの訓練、訓練かな。じゃあグーパングーパングーパン、訓練訓練。あー、ぐれた。慈悲のない兵士として育った子供は命令がない限りは人間のように佇むだけです。でもまあ割と 俺の与えられた仕事としては最高かもしれない。ただの駒として存在する子供は決してあなたに逆らうことなく従順なままでしょう。裏切るその時まではいつか来るんでしょうね。なんかあの赤い目が不穏すぎますけど。じゃあ続いて訓練プラス行為プラスね、チュッキスキチュッチュで訓練訓練させたらいいのね。じゃあそういう時にはお薬がとても便利です。行為を上げたければお薬を飲ませましょう。じゃあ、はい、お薬訓練頑張ったね、頑張ったね。よし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 よ、お薬あげるよ。はい、訓練しようね。はい、頑張ったね、お薬あげるよ。あー、いい笑顔。戦力として申し分ない兵士に仕上がった子供はあなたに褒めてもらうためにたくさんの敵を葬りました。見てください、こんなにいっぱい殺しました。嬉しそうに笑う子供はその感情が薬物による偽りであることを知りません。あー、でも仕事も一番全うした。これまでの中で一番ベストエンド。じゃあ社交プラス行為プラス社交的で、ああ、じゃあ頑張ったね、お薬あげるよ、社交界の勉強しましょうねの練習しましょうか。はい、お薬どうぞ、お薬どうぞ。社交的になろうね。もう一回お薬からの社交的、最後にお薬でお疲れ様でした。あら、かわいい。あなたに目いっぱい好意を寄せる子供は今日も捨てられないようにすがります。あなたしかいないんですね、好きって言ってください。けなげにこびる子供はあなたに何されようとしても決して裏切らないでしょう。いい子だ。こっちはこっちで、まあ、まあ兵士作れって言われてる任務に対してはちょっと良くないけど、それなりに良きものができましたね。じゃあ次は、嫌われた状態で社交的にならせたらいいんだね。グーパン社交。一番嫌、毒親感すごい、一番毒親感すごい、これすごいすごい毒親感。悪い女になった。いつしかこの子供はあなたより権力のある人間に取り入りました。ねえ、あの人ったらひどかったから消してくれない。これ男の子女の子どっちなんだろう。少年って言ってるから男の子だよね。すごいなんか妖艶な感じになってるけど。笑顔でささやく子供の言葉であっさりとあなたの処分が決まってしまいます。それが権力というものです。しょうがないね。ああ、なんか増えた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 よ。連れ去る、え、誰よ、俺、この子、俺が連れて立って俺が育て上げてやる。ん、あなたは子供を連れて国を出ました。子供の境遇に同情したのでしょうか。人の命を命とも思わぬ国に嫌気がさしたのでしょうか。いずれ自分にその刃が向かってくると思ったのでしょうか。とにかくあなたは遠く離れた国で子供と暮らすことになりました。子供は自分とは別の生き物ですから、予測のできない行動をとったり突然泣き出したりとうまくいかないことばかりです。訓練のようなマニュアルはないし、言うことを聞かせる薬もありません。体や遺伝子を好き勝手に改造する設備なんてもちろん存在しません。しつけと称して暴力を振るうのは祖国の悪習でした。
子供を育てるのって大変だとつくづくあなたは思います。育てるっていうか、なんかもう兵士にするというか。けれどあの屈託のない笑顔が未来への希望となるのでしょう。あ、かわいい、めでたしめでたしですか。あ、よかった、めでたしめでたしでしたね。はい、まあ育てるのって大変だな。そんな簡単にね、お薬使ってね、やったりとか、あの、するだけじゃね、育てられないっていうことがよく分かったね。いい話ですね。だからもう、やっぱ子供を育てるときは、なるべくね、子供のやりたいことをやらせてあげたいですね。はい、ということでね、じゃあご視聴ありがとうございました。